はい、どうも。どうもご無沙汰しております。すごいご無沙汰ですね。今日はどちらに？酒田市宮の浦コミュニティ防災センターです。何しに来たんですかね？今日は子ども食堂取材。ついに省内初の子ども食堂だと思うんですけど、はい、それをですね、この宮の浦でですね、開催してるってことで、はい、真面目なやつですね。真面目なやつです。真面目なやつ。いいと思いますよ。はい、うん、それでは、はいはい、V フリでございます。はい、久々ですね。お待ちでしたか。はい、どうぞ。はい。はい。坂田に。はい。子供食堂。子供食堂が。やってきた。やってきた。はい。それを、はい、知りましょうない。実際あげるって知ってる人？はーい。はーい。チームが7人いるから残りの6人が、うん、こうお姉さんの動きを見て、面白いことやってる。はい。で、これ何かわかる？目薬。それを表側に書いたら、と伏せてもらいます。下に。じゃあ行きます。よーい。スタート。4、5、6、7、8、9、10。はい、終わり。はい、今のでヒントで。じゃあ、隣見ないでね、はい、じゃあ、結果発表します。今の答えは、ドラーン。ゾウです。今日は何を…これですか？これ何なんですか？これ、僕…結構初めて見る方法なんですけど、これヘタ取る、ヘタ取りってこれじゃない？あ、ヘタ取ってこれこのまま使うんですか？いい？あ、違う。いろんなやり方の人生あるわけじゃない？そうたどり着くとこは一緒でしょ？すごい。これはスープですね。あ、ソース。あ、これソース？あ、パスタソース。はい。うまそうだな。で、こっちはコンソメスープ。はい、どうも。今日はなんでここにいるんですか？子ども食堂を実施してます。なんでそんなことを始めたの？やっぱ子どもがまず自分は好きだし、料理も好きだしっていうのがちょうどよくて、で、あとやっぱその帰って一人でいたりする子とかが気軽に来て遊んだり喋ったりで料理作ったりご飯食べたりっていう場所があったらいいなって思ってたんで、そしたらゼミの平尾先生からこんな取り組みがあるよって教えてもらって。なんでそんなことを思いながら生きているんですか？自分は基本的に両親、母が特に家にいる人だったので、帰ったら必ず人がいたんですけど、やっぱりちょっと母がパートを始めてからは両親ともども学校から帰ったらいないっていう状態で結構寂しかったっていうのもあって、なんでそういったちょっと寂しい思いしてる子とか、あともうちょっとなんか楽しいことしたいなっていう子とかがこう気軽に遊びに来れるところってどんどん作っていけたらなって思ってます。で、実際これ取り組みとしては何回目なんですか？これ2回目です。2回目、はい、やってみてどうですか？2回。前回5人しか来なくて、まあその時はまだちょっと周知してなくて、広報とかやってなかったんで、はい、全然知らせてなかったんですけど、はい、こんな19人も来て、しかも今すごい楽しそうにやってくれてるんで、手応えはいいかなと。次どうなんかこう生かしていく感じで考えてますか？子ども食堂としては、もうちょっと定期開催していければなと。はい、まだちょっと地盤が固まってない団体なんで。そうね、そうなんですね。どんどんこう定期的にやっていければなって思います。なんか今困ってることあるんですか？定期で食材とかがやっぱりかかるんで、コストがっていうの。コストプレイですね。コストプレイですね、はい。あとやっぱりこう今はその今ちょうど大学の近くっていうのもあって宮の浦でやらせてもらってるんですけど、本当にこう
こういう場所を必要としてくれてる人たちがどういったところにいるのかっていうリサーチもちゃんとしていきたいなと思いますし、はい、であとはやっぱスタッフが何ができるスタッフが必要ですか。そうですね、やっぱ子どもの扱い慣れてる方とか、なんか保育所を前やってたとか、今ちょっとお子さん大きくなって離れてるから、自然育児とか協力できるよっていう人とか、はい、あとそういう学校とか、はい、社協さんとかとこうつながり持ってる人が行ってくれるとすごいスムーズに連携しやすいですし、今コミセン借りてますけど、ゆくゆくはもうちょっとこう気軽に借りれるところでやっていきたいなと思うので、なんかこうこういったところ使えるよとか、こういったところ空き家だから借りるようにできるよみたいな感じの、そういうなんか土地勘がちょっとある人とかいると助かりますね、はいはいはい、リアルですね。本気ですね。続けていきたいんですね。続けていきますね。わかりました、はい、頑張ってください。頑張ります。頑張っていきましょう。頑張ります。これ結構やけどするやつですか。この作業、この作業やばいやつですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。熱くない。ここ上げない限り熱くない。大丈夫ない。熱い。ごめん。よっしゃー、よし、はいはい、オッケーっす。オッケー、うまい、うまい、お、素晴らしい。よし、いっす。はいっす。わー、素晴らしいです。はいはいはい、おー、お疲れ様です。あ、はい。痛い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 。おいしい、好き、トマト好き、いいね。いつもお世話になってる。いつもお世話になってる。そもそもですよ、はい、これが始まった立ち上がったところの経緯を、はい、ちょっと整理して教えてもらっていいですか。平尾ゼミっていうのはマーケティングを活用して、地域貢献の活動をやっていこうということで、はい、まあ、今の4年生は3年生の時にいろいろ自分たちがやりたいものっていうのを考えて、で3つのグループができたんですよね。で1つがそのジェリーチームといっていろんなセミナーとかの機会を作ろうと。でもう1つがお酒を使っていろんなこうフェスティバルっていうかですね、ビアガーデンみたいなやつを作ろうと。でもう1個が子ども食堂をやりたいと。でこれでずっといろいろ準備をして、今年の2月ですね、1回目の子ども食堂をやって、でそれそうですね、ここでやったんですけども、でそれがすごく評判良かったんですよね。実際にやった学生も非常にやりがいを感じたし、あとは父兄の方とか保護者の方ですね。で他のチームも、まあ、子ども食堂の活動っていいじゃないかと。で自分たちの活動も子ども食堂を応援するように全体を整理したらどうかって話が出てきたんですね。でここはね偉いなと思うんですけども、活動をですね、助成金をもらってやっててはちょっと違うんじゃないっていうことをですね、学生の方から言い出してきてですね、気づきましたね。で自分たちは自立してやろうということで、じゃあ他のチームでこうお金を稼げるようなね活動をやってるところもあったので、じゃあ別のところでこう資金を調達する活動をして、はい、でそれを使って子ども食堂をみんなで支えて、で、あとはまあジェリーチームっていうのはもうちょっと宣伝みたいなのができるんでね、広報宣伝をやってっていう、ちょうど平尾ゼミの中がまあ有機的に役割分担をして回るようになってきたっていうのが、まあこれ今日に至るまで経緯ですね、はい、この活動はほら年で3年から4年上がったじゃないですか、はい、で4年が卒業したら終わりなんですか、うん、いやこれがおかげさまで
広めながらやってたらですね、社会人の方とか、いろんな人たちが手伝ってくれる、もしくは一緒にやろうって声をかけてくれてるんで、多分まあ学生が、最初の一歩を踏み出したんですけども、これからはまあ社会人も加えてですね、より大きなチームで恒常的にこう安定した組織で作っていけ、もう動いていけるようになるんじゃないかなと思ってます、はい、今後、まあ、これ YouTube 見てもらって、なんかわざわざってする社会人とか、そうですね、はい、出てきたら どのようにこうコンタクトとか、はい、なんか思いを伝えたらよろしいですかね。そうですね、ぜひ知りましょう内にコンタクトしていただければ、こっちまでございます、はいはい、知りましょう内に、はい、でそこからご紹介するということで、そうですね、はい、この辺になんかこう、はい、知りましょう内までみたいなね、出るって、はい、っていう流れですね。そういう流れがいいんじゃないかなと思います。わかりました。今後の近々の計画決まってるのあるんですか。そうですね、そんなに明確に実は決まってないんですけれども、まあ、ついこの間、はい、こう皆さんも参加していただいてですね、はい、知りましょう内の皆さんも参加してもらって、まあ、大人プラス学生の、まあ、全体キックオフみたいなやつをやったわけですよね、はいはい、でそこからこう徐々にこう体制を作って仲間を広げてっていうので、まあ、なんとか秋ぐらいにはもうちょっとこう大きな規模でね、実施するっていう流れを作っていきたいなと、安定的にこう継続できるような流れを作りたい。まあ、平たくまとめると希望はあるけど何も決まってないよと。そうですね決めるのは皆さんと一緒です、はい、OK です。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ手を合わせてください。はい、ごちそうさまでした。はい、